どうも、うずです。本日はゲームの話、ゼノブレード2です。ゼノブレード2の、まあ、ほぼね、最終まで行ったんですけど、まあ、途中経過での感想動画、プラス最後にちょっとアップデートが入りましたので、その話を、少しやりたいと思います。まず最初に、ゲーム80時間ほどやった感想。80時間を過ぎたんですけど、まだクリアができておりません。大体の方がそうだと思うんですが、おそらくストレートにバン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 進めて60から70時間かな、きっとこのゲームストーリーだけだったら。で、結構ちょこちょこ脇道寄ったり、詰まってたりすると80時間90時間っていうのがクリア目安時間になるような気がします。100時間かな、100時間くらいかな、といったところで、ボリュームが大きいというのはもう大体の方が、ゼノブレード2に興味ある方はみんな知ってると思うんですが、じゃあ実際、そのクリアは目前なのかな、ちょっと結局ね、まだね、先のストーリーっていうのを全然他の情報から得てないので分かんないんですが、今8話に入ったところです。以前感想の動画を上げた時がまだ3話だったので、だいぶそこからは進んだんですが、まだクリアができておりません。で、ストーリーに関しては前回の感想と変わらず、第1話の時のラストからすごい盛り上げられて、もうびっくりするぐらいね、テンション上げられたんですけど、そのままもう特に中だるみすることもなく、8話まで進めて、さらに先が気になるストーリーになっております。だからストーリーはね、もうほんとすごいよ。あのイベントムービーのまとめ動画っていうのは多分今この時点では5話か6話ぐらいまで上げられてるんですが、それ全部合わせて1話で1時間ぐらいの容量食ってますから、場合によっては1時間半使ってるね、その1話でのイベントシーンだけで。だから本当にそういうね、物語を楽しむ方じゃないとちょっとプレイしきれないところあるかもしれませんが、ストーリーは相変わらずすごいです。中だるみなし、ラストの方もかなり盛り上げてくれそうです。で、それに合わせて曲なんですが、やっぱり音楽がすごくよくできてます。ゼノブレイドの初期の時も音楽すごいいい名曲多かったんですが、今回もイベントシーンに合わせた音楽とか、あとはフィールドマップを歩くだけの時にね、その音楽がすごい良いので、ただ歩いてるだけでもストレスを感じにくいです。なんか探索してる時って意味ね、なんか目的があって動く時はちょっと別の感想になるんですけど、で、特に私好きなのが、あのロクセリアっていうちょっとね、大きい亀のね、マップがあるんですよ。あそこの雪の中でね、移動するフィールドミュージックがすごい好きです、個人的にはね。あのすごいいい曲です。ああ、ちょっとそこ、まあ、いっか、ちょっとそこを一回飛ぶか。すごい、なんか幻想的な曲なんですけど、ここの曲が大好きです、個人的には。まあ、このままちょっと進めちゃいましょう、話。あの、音楽が本当いいってところはもう間違いないと思います。で、音楽とそのストーリーが噛み合うことによって、素晴らしい作品によりなってると思うのが、今回のゼノブレード2です。で、キャラクターに対しての賛否両論は、これはもう相変わらず仕方ないと思うんですが、ただ、キャラクターの使い方が上手だなって、その終盤に来てより一層思いました。理由としてはちょっとネタバレ含んでしまうんですが、あの主人公のパートナーであるブレイドのホムラちゃんがそのもう一つの人格があって、ヒカリちゃんっていうのがあって、まあ、さらにもう一段階があるといった、そのパワーアップ要素、終盤に来ての盛り上げ方で、あと特にここはマニアックなとこ押さえてるなって思うのが、あのトラっていうキャラクターがいて、でそのトラっていうキャラクターのブレイド、花っていう人工ブレイドっていう女の子なんですよ。で、その女の子が最初ちっちゃい、まあ、やや幼い姿なんですが、それがパワーアップして JK ってなるんですよ。要は女子高生ですね。JK ってなった上に、その後 JD というのがあります。もうわかりますね。女子大生。だそのちっちゃい、まあ、純真無垢なね、女の子。若い女の子から、さらに1段階ステップアップした女子高生のクラス。で、さらに女子大生っていうね、段階を踏まえるキャラクターの成長。こういう使い方がすごく上手だと思いました。まあ、それ以外にもそのブレイドっていうキャラクターすごいたくさんいるんですけど、一つ一つにストーリーを持たせていて、ムービーでの回想シーンなども含めて見せてくれているので、すごくキャラクターに対しては時間とかけてると思います。本当に、なんだろうね、すごいね、ボリューム、そういう意味でもボリュームがすごいってことになるか。ただまあ、あの探索の要素とかそういったところでは、なんかね、そのサルベージっていうものがあるんですけど、各要所にその宝箱をね、トレジャーハンティングできるような場所があるんですが、そこを使うポイントが複数分けられてるんですけど、結局回るところは大体2、3箇所かなっていう、最悪1箇所では済んじゃうかなっていうところが。で、今ちょっとこう見ていただいて分かるかもしれないんですが、音楽同じフィールドなのに曲が変わるんです。昼と夜で曲が変わるっていうね、すごいよね、細かいね、細かい作りが。うん、ともかく、あの今回はすごく満足度がこの80時間やった上でもまだまだ高くて、素晴らしい作品かなと思います。
で、マップが見づらいとかあの辺の要素をちょっとこの後話そうと思うんですが、アップデートでどう変わったのかっていうところを含めてちょっと画面の方で見ようかなと思います。ちょっと切り替えましょうね。はい、ではまずこちら画面切り替えてみたんですが、こんな感じですね。こんな感じでどんな感じだ。まずアップデート、今回バージョンが 1.1.1 になったということで何が変わったのかというところなんですが、一つはマップです。散々こう不評だったマップがどう変わったのか。ですまずこれミニマップ、今までと同じ右側にミニマップ出ますね。移動時でも見やすいように。でもう一つ、ここが大きく変わったところなんです。分からない方分からないよね。これちょっと切り替えるよ。これが元の画面です何が何だか分かんないでしょこのマップで。これが1段階変えて何もなしで、これで表示してミニマップで、その次にちょっと広い大きくなった全体的なマップが見られるようになってます。ここがすごく大きく変わったところですね。今まで散々目的地がね、このでっかい拡大マップじゃ見えないっていうことで不満だったところ、それを全体マップが見渡せるようになって見やすくなったっていうところです。全体マップっていうとちょっと誤解があるかな。全体じゃないよね。ちょっと待ってね。あ、そうか。じゃあ次、これを先に説明しちゃおうね。これで、X ボタンを押すと、現在地が、よいしょ、表示されるようになりました。今いるのが、このルクスリア王国の中央エーテル岩石っていうところにいるんですけれども、以前はマップを開くと、よいしょ、この表示に最初なってしまったんですよ。で、自分がどこにいるのかは、このアイコンでわかるようにはなってたんですが、ちょっとね、それが煩わしかったんですよね。わざわざそこを探してアクセスするのは。それが今回からは、アップデート版からは、X ボタンを押すと、自分がいる場所が、最初に表示されるように変わりました。これは使いやすくなりました、かなり。ちょっと広いグーラの上層部とか行ってみようか、見晴らし。対応を怠るなよ。さあ、行こうか。ああ、こんな感じですね。全体マップというわけではないか。ないですね。うん。ただ、マップはすごい広くなったので見やすいです。以前はこれですからね。これで物語を進めてたので、目的地がこのマップ内に表示されないと、その赤い点っていうのがね、目的地なんですけど、それがわからないっていう、すごい不親切仕様でした。それが今回からはこう広く表示されるので、行きたい場所がある程度わかりやすくなったというところがポイントになってます。マップのちょっと改善ですね。ただ、マップの方はこれでもまだ見にくい、その多段層の状況があるので、要はレイヤーでその上と下がね、わかりにくい。あの地域が場所があるので、そこを今後のアップデートでどうされるのかっていうのが変わってくる要素だと思います。マップはまだおそらく改善されます。今のところ前よりは使いやすくなったというのが、現状です。で、さらに加わった点がこのティガーティガーっていうんだっけ、これがですね、あの花ちゃん、花っていうキャラクターをパワーアップするためには不可欠な要素なんですが、これがね、今まで難しかったんですよ。あのノーマルモードでやると壁に当たるだけでダメージを受けるという仕様だったんですが、それがイージーモードというのが追加されて、イージーモードで行うと壁に当たってもダメージを受けなくなりました。これね、ノーマルでやるとこれもダメージ食らうからね。あれ？なんかスコアが増えるぞ。そう、あ、敵に当たるとダメージ食らうけどね。で、これが遊びやすくなったので、花ちゃんのパワーアップがすごいしやすくなったっていうのが今回の大きな、変更点の一つになると思います。で、今回のこの変更点に関してなんですが、そのイージーモードでやったらスコアが簡単に上に行っちゃうじゃないかっていう話があるんですけれども、そこに関しては、今1900ドットっていう点数になってるのはお分かりになるでしょうか。イージーモードでやると、スコアの一番右側にドットっていう点がつくので、最高得点を取ってもそれがノーマルモードなのかイージーモードでやったのかっていうのは分かるようにはなっているそうです。だから花のね、パワーアップが今まで散々しにくいって言ったのをしやすくなったというところがすごいメリットがあって、ハイスコアを目指したい方はノーマルモードでやってハイスコアを目指すっていうのもいいんじゃないでしょうかという話でございます。取れるアイテムは一緒というふうに今のところ調査されておりますね。で、さらに今回おまけ要素として、エクスパンションパスっていう、有料のシーズンパスみたいなものがあるんですが、それの購入者の方にドライバー必需品セットっていうお役立ちアイテム10種類を、くれるというファンサービスを行っております。自分ちょっとね、その パックをちょっとまだ購入してないので手に入れてないんですが、この後ちょっと、あ、購入しとこうか。はい、じゃあゼノブレード2のエキスパションパス、これを、ちょっと購入。はい、続けない。お買い物続けない。ダウンロードってこれ適用されてんのかな？どうなんだろうね。追加のエクスパンションパスが、どうなってるのかがよくわからないんですけど。あ、なんかプレゼントマーク来てるよ。
これどうすんの、何これ、どういう風になってる、アイテム自動で追加されてるの、あ来てる来てる、あシステムの右側にエクスパンションパスっていう項目が増えるんだ、なるほど、あすごいいろいろあるよ、バンから届いた追加の軍資金、バンはねもうちょっと物語上あれなんですけど、いただきます、お金がもらえて、とっても便利なポーチアイテム、クリームオレンジパラータ、パラータ、イルイルさんからの贈り物、シルバーシリンダー、シルバーシリンダーか、ゴールドじゃないんだね、新米ドライバー用のコアクリスタルセット、コモンクリコアクリスタル、これあんまいらないよね、5個、ドライバー必需品セット、レアコア、あこれすごいね、レアコアクリスタル10個もらえるって、エピックコアクリスタルも1個、オーバードライブ3個、ここの項目はすごい嬉しいね、これはいい、これはすごい、花の強化素材、エーテル結晶すごい、これもすごい、ホムランの好きなものこれはちょっとねギャグかな、セリオスティいいね、で、ニアの好きなもの、スペルビアベアの木彫り、うん、この辺はちょっとなんかおまけだね、ということで、まあ、こんな感じか、R、うん、はい、あ、1段2段、あ、1段2段か、1段2段がセットでもらえたってことね、はい、ということで、エクスパンションパスあると、まあ、こんな感じでおまけがもらえるという、で、ゼノブレード2、この後いろいろ配信もありそうなので、やっとくと、好きな人はね、やっとくといいかもしれないですね。いかがだったでしょうか。最後に追加のダウンロードコンテンツまで追加する動画になってしまったんですが、ゼノブレード2に関しては、このエクスパンションパックっていうシーズンパスを手に入れることによって、2018年の追加シナリオとか、いろんなおまけ要素が追加されるので、好きな方は、購入しといてもいいんじゃないかなと思いました。ただ、今回のこのアップデートですごく、大きい要素の一つ、2周目プレイっていうのが解禁されたんですが、この2周目プレイに関してはエキスパンションパックを購入しない方でも大丈夫だから、全ての方が対象なんですが、ゲームをクリアしたら2周目に突入して、さらに物語を楽しむことができるっていう要素を追加されております。で、2周目に入って何が楽しめるかというところ、まだちょっと私クリアしてないので、ここに書いてあるのそのままなんですけれども、新たなブレイドを仲間にできる、まあ、要は1周目でブレイド、いろんなキャラのブレイドが出てきたんですが、仲間にならないものもやっぱりいくつかいるわけですね。義経のブレイドだったり、滅のブレイドだったり、もしくはもう滅自身なのか真なのか分かりませんけれども、そういったものの中から厳選されて、追加で使えるブレイドが増えるという形になっております。で、あとはホムラとか白虎とか固定キャラ、固定のレアブレイドってパーティーから外すことができなかったんですが、それも外してプレイすることができるようになったというところ、だから編成の自由度が上がったというところと、外したキャラクターを傭兵団のそのクエストに送ることもできる。で、あとはブレイドの必殺技みたいなものがあるんですが、それがレベル3までしかなかったものに関して、レベル4の技が解禁されたっていう形にもなっております。だから遊べる幅がね、2周目はさらに、多くなって、いろいろ楽しめる要素が増えたという形で、長々と遊べますね。ということで、アップデート、システム的なアップデートはまたあるとは思うんですけど、それ以外にもエクスパンションパックで遊べる要素、有料のものなんですけど、有料のものでもいろいろありますので、まあ、ちょっとプレイ時間は100は確実に超えるなっていうゲームでございます。以上、クリア直前になるのかなの前の80時間プレイしたところでのゼノブレード2の感想でございました。まあ、満足度は相変わらず高いです。でゼノブレード2なんですけども、10万本以上売れてる商品ですので、この動画を見てちょっと感想とか言いたい方もいらっしゃると思いますから、コメント欄の方は自由に、書き込んでください。まあ、肯定的な意見でも否定的な意見でもどっちでも構わないので、ではまた別の動画でバイバイ。あ、ただですね、そうだ忘れてたけど、7話に入ったあたりからちょっとね戦闘が厳しくなってきたのと、マップがすごいね、なんだろう、分かりにくかったので、正直ストレスはかなり溜まりましたね。会社の会議で東京行く時に、特急の中でずっと座ってプレイしてたんですけど、1時間半とか全然ボスが倒せなくて、ちょっとねもう嫌だった。